はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでサキさんですね。はい、ストーズのファイネスト2023、今日ね入荷しました。よいしょ。で、発送は明日になります。ちょっと今出荷終わったところで、明日の出荷となりますんで、よいしょ。いや、懐かしいですね。2021ぐらいまではやったよね。グループブレイク、パーソナルブレイクやったか。2021。去年あたりから、ちょっともやもやしたんだよね。うん。はい。お、ダースベイダー。これかっこいいよね。結構インサートがかっこいい感じですね。リフト？リフだ。なんかリフが2枚入ってる場合ね。ハイナンバーってわけでもない。これもインサートアニメ CG っぽいやつね。で、シリアルが1、2枚ぐらい出てきてって感じでしたね。さっき。お、注意。注意とポーだ。で、一応なんかマスターで2枚ヒットですって書いてありますけど、なんか片方のミニボックスで両方出ちゃう場合もある。はい。R2D2 と99シリアルですね。結構シリアルも199と99、あんまりなんか段階がないような感じですね。まあ、前の元の生産数に戻ってきつつあるのかなという。あ、このパターンか。はい。さっきは、こっちから、まあ、初めに開けた方からサイン2枚出て、で、後から出なかったんですよ。マスターボックスのここに一応、ツーヒッツマスターボックスって書いてあって、もう、ミニボックスで分ける意味がないんじゃないか。で、いう感じになってますね。うん。お、金。おお、これ何これ。あれ？エネミー、あ、クリアのカードなんだ。おお。あ、これいいね。てか初めて見たよ。これゴールド以下しかないとか。おお、こんなカードあんの？いいね。エネミーズオープン。うん。エンパイアから見た敵ですからね。やべえこいつって書いたんでしょ。トルーパー全員待機。はい。こういうカードもあるんだ。リフ。逆側もあるのか。ね。これヒットになってんの？どうなんだろう？メイスと、お、グログの199ですね。うん。チームカラー。うん。で、ベースですね。で、最後だな。金だ。金利フォート？どうだろう。だよね。誰だろう。せーの。アニメですけど、どうでしょう。はい。よいしょ。マリー・エリザベスさん。ね。はい。金利フ、来ましたね。シリアルは、ちょっと待って、最後2枚これです。この左上なんですよね。ゴールドウェーブの音です。はい。となりました。どうなんだろうな。よいしょ。まあ、
このインサートがちょっと通常すら今日まだ数箱ですけど、一応通筆パーボックス、さっきはね片方からサイン2枚出て、でもう片方から出なかったっていうようなあれなんですけど、まあどうなんでしょうね、なかなか見ないカードが出てきてるから、まあこれが片方ずつからこうね一個一個出てくればいいんですけど、まあ店長的にはサインより全然いいかなと思いますけどね、こっちの方が。はい。まあ初代の頃のファイネストもね、クリアのカードが、アセテートのカードがあったんですよ。うん、あれも好きでね。うん。初期の頃のファイネストですね。まあアメフトも初期の頃クリアなカード入ってたんですけど、あれ貼り付くんですよ。ね。まあそれもアメフトの方のアセテートのカードが好きで、スターズのそのアセテートのカードも。うん、何枚も持ってますね、うん、はい、今でも大事にしてますね。よいしょ。まあでもサインがどうなんでしょうね、こっちがヒットなのかな、なんかそんな気がしますけどね。まあこれも初めて見て金だった。まあよくテックとかも50からしかないインサートってあったでしょ、シリアル入ってて。それと同じようなあれ扱いなのかな、ちょっとわかりませんけどね。うん。まあ、数箱目ですけど、初めて見ました。はい。じゃあ、明日の発送となりますので、お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。